2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。私たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国半導体、在庫が、雪だるま、サムスンは32兆、SK は17兆ウォン。4月の日本産ビール輸入前年比 866% 急増。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国半導体、昨年の、下半期ぐらいから世界的な半導体の、需要低迷、対中半導体輸出の、激減で、韓国のサムスン電子や SK ハイニックスなどの在庫は山のように、積まれた。そして、半導体輸出が激減したことで、韓国はリーマンを超える未曾有の、経済危機を迎えている最中だ。こちらの予想通りなら、新型スマホギャラクシー S23 の、発売で辛うじて赤字を、免れたサムスン電子が、4から6月期に赤字に、転落する。半導体需要が回復しないためだ。すでに赤字となっている SK ハイニックスはさらに赤字を増大させる。だから、7月の答え合わせが楽しみだ。そして、サムスン電子や SK ハイニックスが、破産しても、半導体工場の生産ストップさせるわけにはいかない。大型機械というのは一度、止めると正常に動くまで、何月もかかる。パソコンやスマホなど電源を切って、その後、すぐに立ち上げるようなことはできない。そういう意味では過剰供給でも、半導体をずっと生産しないといけないのだ。そして、今回の記事の冒頭が読んでみよう。ここの引用は私が読むわよ。景気低迷により、半導体の在庫が雪だるまのように増えている。グローバル需要低迷で、三つ星サムスン電子の半導体事業 DS 部門と、SK ハイニックスの2社の在庫資産だけでも50兆ウォンに迫っている。引用は以上よ。続きを読むわよ。このようにサムスンと SK ハイニックスの2社だけで在庫資産が約50兆ウォンだ。つまり、日本円で5兆円だ。もちろん、これは適正価格で売れたらの話だ。実際、ここからバナナの叩き売り利となるので、利益はこの10分の1でもあればいい方だ。売れば売るほど赤字なのに、それでも売らないと在庫資産が、溜まっていく悪循環。それが韓国の半導体の、状況だ。だが、それは後で出てくるが何も、韓国半導体だけではない。大多数の韓国企業は在庫の、山である。中国の経済回復に、すがってバカな選択肢を取ったものだ。では、記事の要点を整理していく。前半は韓国半導体の在庫状況。後半は4月の日本産ビール輸入前年比 866% 急増しているそうだ。おい、ノージャパンだよな。なんで日本産ビール飲んでるんだ？記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、どんどん読むぜ。記事の要点。1、16日、金融監督院の電子工事システムによると、三つ星電子の DS 部門の3月末基準の在庫資産は、31兆9481億ウォンだ。昨年末の29兆576億ウォンより2兆8905億ウォン 9.9% が増加した。2021年末16兆4551億ウォンに比べると1年3ヶ月間で2倍になっている。2. SK ハイニックスは第1四半期の在庫資産が17兆1822億ウォンだと公示した。昨年末15兆6647億ウォンより1兆5175億ウォン 9.7% が増えた。SK ハイニックスも2021年末8兆9500億ウォン非在庫資産が2倍近く増えた。今年1から3月、三つ星電子の DS 部門と
SK ハイニックスの在庫資産の増加分を合わせると、4兆4080億ウォンに達する。3、世界的な景気低迷で、半導体の需要は減ったが、半導体工場は365日24時間稼働して、半導体を生産するためだ。ただ、SK ハイニックスは昨年第4四半期10から12月から、三ツ星電子は今年第1四半期からウェハーの投入量を減らすなど、メモリ半導体の破産に入っている。半導体業界の関係者は、三ツ星電子が減産の隊列に加わり、顧客会社に積もった半導体在庫が減り、第2四半期から両社の半導体在庫は減るだろうと話した。4、しかし、在庫資産の増加で体が重くなったのは半導体産業だけではない。韓国国内の売上上位30社の3月末基準の総在庫資産は235兆2619億ウォンで、昨年末225兆2937億ウォンより9兆9682億ウォン 4.4% が増加した。三つ星と SK 半導体を除いても5兆5602億ウォンの在庫資産が増えたことになる。5.17 日に公開された韓国関税庁の貿易統計によると、先月の日本産ビール輸入額は307万4000ドルと集計された。前年同月に比べ 866.7% 急増した。輸入量は3870トンで 851.7% 増加した。6、日本の輸出規制後に、韓国国内で日本製品不買運動が広がり数百万ドル水準だった。日本産ビール輸入額は2019年9月には6000ドル水準に落ち込んだ。その後は徐々に増加し、昨年3月に150万3000ドル、今年1月には200万4000ドル水準に増えた。7、これに対し先月の日本産魚介類輸入額は1085万2000ドルで、前年同月より 9.7% 減った。前月より 31.6% 減少した。昨年2月の1060万3000ドル以降の1年2ヶ月で最も少ない規模だ。先月の日本産魚介類輸入量1736トンも、前年同月に比べ 26.0% 減った。先月の輸入量はコロナ禍初期で、ある2020年4月の1244トンを、除くと関連統計がある2000年以降の4月基準では最も少ない。以上の7つだ。順番に見ていく。霊夢。要点は以上だ。続きを頼んだ。ありがとう。では、見ていくわよ。まず1だが、減産してるのにサムスン電子の在庫資産が3ヶ月で 10% ほど増加。本当に減産しているのか。疑いたくなるような伸び率だな。あれじゃないのか。在庫資産は売上計上できるので、帳簿上は利益にしようと、企んでいるとか、会計だけ見れば黒字だが、蓋を開けてみたら真っ赤かというのは韓国企業で、よくある。次に2の SK ハイニックスも、同じだ。在庫資産が 9.7% ほど、増えたと。売れないのに生産し続けた結果、在庫が2倍になりましたと、サムスン電子と SK ハイニックスが、半導体復活を遅らせている。最大の要因に見えるんだが、最新の DRAM 価格を、数日前に出したな。もう一度、復習しておこうか。台湾の市場調査会社トレンドフォースは11日、今年第2四半期の DRAM 価格が、前期より、13から18% さらに下落すると分析。難度型フラッシュの価格はさらに8から13% 下落すると予想。さらに、DRAM 固定価格は昨年1から4月の 3.41 ドルから今年4月には 1.45 ドルと大きく落ちている。このように半導体復活の兆しはまだ見えない。5月も在庫がまだまだ増えてそうだよな。さて、
ここで韓国が経済回復を待ち望んでいる中国の経済指標を見ておく。中国の鉱工業生産と小売売上高だ。マリサ、引用をお願い。おう、一気に読むぜ。北京、16日、ロイター、中国の4月の生産及び消費指標はいずれも、伸び率が予想を下回った。新型コロナウイルス禍からの、景気回復の勢いが冴えないことを、示唆している。国家統計局が16日発表した4月の、鉱工業生産は前年比 5.6% 増加し、予想を大幅に下回った。ただ、伸びは3月の 3.9% から加速した。ロイター調査では 10.9% 増と予想されていた。伸び率は2022年9月以来の大きさ。4月の小売売上高は前年比 18.4% 増加し、予想 21.0% 増を下回った。伸び率は3月の 10.6% を大幅に上回り、21年3月以来の高水準だった。大幅な伸びではあるものの、コロナ流行に伴い上海がロックダウン都市封鎖された。前年の落ち込みの反動が大きい。ジョーンズ、ラング、ラサールのチーフエコノミスト、ブルース、パン氏は、前年が低いベースであることを背景に、第2、四半期も前年比の伸びが大きくなる指標が続くだろうが、回復が勢いを失っているため、前四半期比では伸びが鈍化すると見られると、述べた。1から4月の固定資産投資は前年比 4.7% 増加した。予想は 5.5% 増だった。1から3月は 5.1% 増だった。1から4月の不動産投資は前年比 6.2% 減少し、1から3月の 5.8% 減から落ち込みが加速した。4月の全国調査ベースの失業率は 5.2% と、3月の 5.3% からわずかに低下。ただ、若年層の失業率は 20.4% と、3月の 19.6% から上昇し、過去最高を記録した。ホギン投資ピンポイント、アセット、マネジメントの、チーフエコノミスト、ジョー・トモイ氏は若者の失業率の、高さを、心配な兆候と指摘。市場の一部ではない需要を、押し上げるために消費クーポンなどの政策措置を、強化するよう求める声が、出ているが、政府は消極的のようだ。今年の成長目標は低い水準に設定されており、政府には様子見の余地があると語った。中国政府は今年の経済成長率目標を控えめな 5% 前後に設定している。野村のエコノミストは失望感が広がり、悪循環のリスクが増大する可能性がある。経済活動のデータは下向き、失業率は上昇、ディスインフレが長期化。市場金利が低下し通貨安も懸念されると指摘。さらに前年の水準が低いので前年比は第2、四半期の統計も高い水準となるだろうが、前期比はマイナスとなる可能性があると予想した。また国対君安国債のエコノミスト、周博氏は経済の下押し圧力が依然残っているので、人民銀行は利下げに動くとの見方を示した。霊夢、引用は以上だ。続きを頼んだ。お疲れ様。では、見ていくわよ。このように中国は緩やかに景気回復してきているものの、予想より下回っている。しかも、人民銀行は利下げに動く。つまり、景気回復どころか、逆に不景気みたいなことになっている。こうなってくると韓国が期待している中国輸出の増加を予測するのは難しい。5月10日間まで対中国輸出が改善の兆しというデータが出てきたが、以前のように大量に買ってくれるとかはなさそうだな。それで3になるがサムスン電子や SK ハイニックスの在庫は第2四半期から両社の半導体在庫は減るそうだ。この状況で全く信じられないが、むしろ、不景気なら在庫もそこまで、使
わないんじゃないのか。でも、5兆円の半導体在庫資産があれば、そんなすぐに使い切れないだろうに。それで読んでは在庫が増えのは半導体だけじゃない。韓国国内の売上上位30社の3月末基準の総在庫資産は235兆2619億ウォンで、昨年末225兆2937億ウォンより9兆9682億ウォン 4.4% が増加。三つ星と SK 半導体を除いても5兆5602億ウォンの在庫資産が増えたと。韓国輸出量はどこも在庫を抱えてると。でも、韓国にはあるじゃないか。辛ラーメンと海苔が。それさえあれば楽勝だよな。では、ネットのツッコミでも見ておくか。ここからは私が読むわ。1、おかげで SSD が随分安くなったぜ。勉強用の PC に必要もないのに、1TB の SSD つけちゃった。2、将来的には売れるのだから売り上げとして、計上する。3、世界的に半導体が不足してたんじゃなかったのか。4、つってもメモリ用半導体は作り続けてなんぼだから難しくはあるよね。次世代向け投資を継続できるかの、チキンレース状態じゃないかな。5、在庫はほとんど DDR4 ばっかり。でも、需要があるのは DDR5。在庫どうすんの？以上の5つだ。世界的に半導体不足というのは車載用の半導体であって、韓国の得意とする。DRAM や NAD 型フラッシュではない。PC 需要も減ってるので、SSD 価格も下がっていると。半導体の辛いところは、アップグレードするために毎年、巨額な設備投資が必要だってことだ。だから、儲けたところで、投資に使うので、実際、残っている利益はそれほど多くない。それで、5から7は韓国での日本産ビールの売り上げが 851.7% とか。すごいよな。ノージャパンして日本産ビール不買していただろう。なんで、もうやめてるんだ？まあ、韓国のビールがまずいんだろうが、日本産ビールが売れたら、韓国産ビールが売れなくなって困るだけだろう。それで、4月の日本産魚介類輸入額は1085万2000ドルで、前年同月より 9.7% 減った。前月より 31.6% 減少した。これは原発処理水の海洋放出報道で。マスメディアが韓国市民を煽っている結果だよな。報道すればするほど日本産魚介類は売れない。でも、わざわざ韓国に売る必要はないぞ。ニュースは以上よ。霊夢。韓国産は勝手に日本を許してやった気分になってるが、日本人は何一つ許してないよな。自分らがやってることが大多数の日本人が、怒ってることをスルーしている。それがどこで爆発するかわからないけど。まあ、今回はこれで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。